第2部のリーブス潜入が終わった後ですね。今回はですね、ラクエルに行こうと思います。お、状況、あ、なんだと状況が結構変わってる。落下魔白、シャーロとこの町にいるというのだな。はい、宿に戻らないだけであれば全てを任せたところだが、あ、そういえばなんか一晩泊まったんだよね。大丈夫なんかな、本当に。なんとなんと羊さん、シャドウとかくっつまぬような目に遭ってしまったら、あー、いや、まあそうだよねしかもこんな時ですね。いや、わかるんだけどね。いや、お互いわかるんだけどねほんまね、グレイスさん。あ、そっかそっか、初めてだったね、演奏でもそれでも気づくのがやっぱりすごいですね。クロスベル通信社の記者、グレイスさんとレインズさん、2週間前に会ってる。アンケートの仕事も手伝わせてもらったね。実はちょっといい話があって、正確にはこの後拾ってとある場所に取材に行く。レインズさんは行かないんだ。ね、お気をつけてはい、やっと言い主の方にはもう連絡をつけている。何の話ですっけなんかあったんだっけ。でもなんかあったような気がしなくもないんですけど、全然忘れました、すいませんえ、すごい忘れてるんだけど、私これ忘れちゃいけないやつもしかしてなるほど、まあいいや。はい、そうそう、青の奇跡とゼロの奇跡回が出るらしいですね。ちょっと結構追加要素があるっぽいから、あら頑張れ。ちょっと青はやりたいんですけど、ちょっと記憶が怪しすぎてでもゼロもやらなきゃな的な感じの追加要素もあって、うん、うんって感じですねシーレーナがいつもの倍になってる。個人経営の商人と取引してるから物価高騰の影響が大きい。あー、倍になったか。それって売るときも倍にするの？これ知ってる？倍か、それは困るね。バトルスコープ見たら大体わかるけど、バトルスコープずっと100だねでも変わってないよね。大変だね。よし、次、ほい、あー、ふむ少々心配と。あー、なりたくない。ビアンカさん、今日も張り切ってますね。うんうん頑張れ。ちょっとなんか実は起きて10分も経ってなくって若干喉がカシカシなんですけど、ごめんね。前に来た時は様子違う、確かにワンワン言ってない。アパッドを守ってる、あまさか、まさか。まずね、外回りしよう。んーんんん
か前回もねなんか言い合いしてましたよね。なるほどね。でこの2人ってあの2人ですか？違う、あ違うっぽい、違うっぽいね。ノイエブランって具体的に何する場所なんだろう。ハレンチのお客様が増える、増えてる。おさわりはダメだぞ、め。なんかこう、こういう人だったらさ、こうなんか、あーちょっと手が当たっちゃったみたいな感じで触られそうだから。大変だね。2週間で育まれた友情か。ねえ、自分がなるってなったわけじゃないしね。大変ですね。今んとこまだ見かけてないね。そしてバテリーちゃんがいる。そしてベックリン客引きこの辺いつも歩いてるから。あーなるほどねそこまでお金使っちゃったな。ベックリン物語が大変なことになってるねれ自業自得ですかねパテリーちゃん今どんな感じ。あなんかすごいアングルこれ原画売ってんのか。あバテリーちゃんいいキャラしてんなね、カルゴという子はまだ見つかってない。何の手がかりもないか。しまった、マッキーアス連れてきてない。アントンってやろう、オルデスに向かった。おお、そうなんだ。へえ。オルディスって今もちろん行けないよね。よし、これで全部見たかな、外は。上から回っていきましょう。あ、イメルダさんまだいる。今回はノートパソコン開いてる。ナインバリの武器ジョンにもこの町に来てる。あっちね、何にするんだい。お母さんの方ね。ソルジャーとどれ、ソルジャー、まあ、大丈夫か、大丈夫だよね。もう終わりかい。ひやかしはごめんだよ。これ買いとこ。13万。カリスマン系をね買っときたいんですよね。ああそうなんや。ちょっと待って、ちょっと待ってあとにしようか、どうしようかな。言い別れするか。なんで連れてこなかったんだろう。むしろ私の番ね。変わるかな。
番だな。で、パーミットに行って、おっくるのじみの結婚あんたが引き継いだ。あー、引き継いだんだ。もしかしてアッシュの置いてった人？アッシュの足中おじさん、意外と手がかりは残ってるかもしれないね。手すきになったら参ってやるか。よかった、連れてきて。なるほどね。でっけん、あ、そういえばそうこ、ここで話してたんだっけ。内戦の時思い出しちゃった。あの時も野党崩れと抗争したりいろいろあった。古くはないけどね。ね、私も思った。こんないい人そうな人がメンバーだった。助っ人程度。このお店も荒らされて頭に来たのか、フライパン片手に笑顔でしばき倒して回ってた。見てくれが一番イカれてた、間違いなくこいつ。面白い。最近ブラッドのやつがパフニールを復活させた。ああ、はいはいはい。カツアゲしまくってるかな。ね。俺はもうヘッドじゃない。案外ゆるいチーム。いや、エロいな、シリュウさん。なんか今完全に見た目変わった。見た目ってない、見る目変わった。この人たちどっかで見たっけ。生徒と共にアークロイヤル号が行方不明になってる。ジャブリンガ号じゃなくって、教頭は休学扱いにしちゃったけど、政府筋が怒んだ教官陣はピリピリしてる。本校でもそんなことに。本校、あ、ん、あ、1年だけ第二分校に行ってるっていう話なの。流出したのはディアフリン号だけじゃなかった。ああ、情報やつながり。ああ、ユヒトさんか。なるほどね。武器の調達まで協力してそれに繁盛してる。ねえ、ハインリッヒ教頭たちも頑張ってるようだし、あちらは問題なさそう。デュアフリンガー号もか。お月がある本校。お月がある。これこれこれ、アッシュ羊。やっと交換できる。あ、ペッキーいける。4000、5000、6000、16000。どうしようかね。なんか買わなかったっけ。ウォッチなんか買ったような気がするけど。そしてユウマテが60個ありますね。
悩む。パッションルージュ交換しすぎ問題あるからな私。カジノまた増えてたりするかしら。増えてはないですね。ルーレットの楽しさわからんな。置き方がわからんもんな。スロットもね、やっぱなんかこう因果率あるんかね。先ほどもう今いないのかな。すごいね。そこでまたマイナスに持ってっちゃダメだよ。そしてマージョリーさん、今回はミステリー小説の方、クレイトン、テートにいたあのカフェに座ってた人ってクレイトンだった。こんな見た目だったっけ、ちょっとわかんないな。担当のテオドロから逃げてきた矢先でこんなに妖艶な方と出会うとは。やっぱりテイツの人だよねこれね。いやマージョリーさんすごいね。ああ出版社の業務が停止してた。ね、確認する方も大変だよね。黒服の人すごいね。もうそろそろ回線か。すごいね。やばいな。アシュリーさんまだここにいるね。この人は情報屋の人じゃないか。おっと。ですが鏡。おお10万ミラか、なかなかですね。さすがでした。そしてアシュリーさんたち、いかつい男性、違う人か。良平絡み。
れ様です。特に何か変わってるっぽい感じはない。これってなんだっけ、交換したことあるんだっけ、クロスベルで交換したんだっけ、全然覚えてないや。さて次、礼拝堂。人来てるのかな、大丈夫ですか、だい何ん、あー調合してんのか、うっかり瓶落としちゃった、拾おうとしたら今度はスカートの裾を踏んで転んじゃった、テーブルクロスまで巻き込んでしまって並べたちゃう、そそっかし。ああ妙に失敗が多い、ミルウェアコートでも似たようなことがあった、はいはいはい、やだそんなの。アッシーの一言がいいですね。自分の失敗とかじゃなくって呪いにそんな嫌だね。リバティハイツ、うん、あの夫婦、そっか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 、なるほど、デッキンさんで食事してた方々ですよね、あの人たちって名前なかったか、そっか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 、で徴兵選んだんだよね、なるほどそういうことか、赤ちゃんに話しかけられない、赤ちゃんには話しかけられないっぽい、大変だね。それで心配なのか、んと思ったら違うんですけど、平気につく主人を見送ってたらモンテロさんが声をかけてくれた、あーへーそうなんだ、へーまあね、ちょっとそれわかる、どうしても映っちゃうって言うもんね、うーん、めっちゃありがたいね、そしてアッシュの家、今回は何もしなくていい、アッシュ、まあ鏡じゃない、写真見ていくか、恒例、次、今日はいるところが違う、あ、これ来てるんじゃない、あ、これ来てるっぽいな、え、あ、違うの、よくどっちかよく分かんなかったわ、はなんて、不謹慎と思われずに済む、なんか言われちゃったの。この二人よう分からん、人が多いぞ、来てますね、えらいシャーロットちゃん、彼氏みたい。ユタボ気をつけてね、この二人の行方どうなるの。エプロンしてる、女子風パエリア、あーアルバイトしてた時に覚えたのかな、すごいね、私絶対作れんわ、
ヨウムにまでで行く？シャーロット・ラッカム。ねえ、なんなんこれ、めっちゃいいね。あとが怖いけど。なるほどね。はい、ということで終わりましたかね。呪能解除要塞がニューになっている。誰かいるのかな。戦車がある。アントン。アントンかな。ここしかいないか。てか文字が大きいね。オルディスって町は検問が敷かれてて、ああ入れないんだアントンでも。確かにね。ね、ガッツあるね。捕らえられちゃうのアントン。あまり無茶しちゃダメだよ。すごいねアントン、めっちゃ本気やん。あー、ロッジ前に誰かいるね。うーん、時間も時間なんで今回はここまでにするかね。はい、ありがとうございました。